君が軌跡を戻し始めたからか、この空間に異変が起きている。どういうことだってばさ。ここはナナシという少女が作った空間の上にできている。故に彼女の記憶もまた空間の歪みに混ざっている。本来ならばそれが表面に出ることはないが、今この空間は彼女のコントロール下にない状態。故にこの空間に反応し彼女の軌跡が現れたのだ。そんじゃあれに触ればナナシの過去が見られるってのか。それをするもしないも君の自由だ。ただもし彼女を深く知りたいと思うなら。当然見てみるってばさ。俺はあいつのことほとんど知らねえからよ。ヤチホコ、素晴らしい能力だ。貴様にはこれから兵器として生きてもらう。他の動術を移植すれば何倍もの効果を発揮するに違いない。兵器に優しい名は不要。お前は七種の兵器として生きろ。新しい印を刻んでやる。今度こそ適合しろよ。泣くな。泣いてどうする。いやだ、いや、いや、助けて、助けてよ、誰か、助けてよ。さっきのって、ずっと前に俺だけが見えた、あのとんでもねえ映像に近かった。あれが、ナナシの過去だってのか。過去の内容が乱雑に入り混じったものだな。君が以前見えたというのは、おそらくは彼女が君に気を許し、空間のコントロールに不備が生まれたためだろう。だから俺だけに見えたのか。しかしあれだけでもよくわかる。彼女はよほどの目に遭ってきたようだな。また彼女の軌跡が現れることもあるだろう。ひとまず元の作業に戻ってはどうかな。ああ、分かってるってばさ。よし、行くぞ。ナルトとサスケがたもとを分けた終末の谷の戦いから時が経ち、修行の旅へと出ていたナルトはようようと木の葉隠れに帰還を果たした。帰郷して早々、第七班の隊長カカシはナルトとサクラに対し手合わせを実施する。無論二人の成長を見定めるためだ。どうやら今回は本気を出さないといけないようだ。絶対に負けられない。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。父ちゃんとさくらさん、サスケさんを連れ戻すために一緒に修行したんだ。二人にサスケとのつながりはそれほどに重要だった。特にナルトは孤独の辛さを知っているのだ。あの地獄の苦しみを知っているから、どのようなつながりであっても決して手放す。しかもサスケさんは父ちゃんにとって大の親友だもんな。それにしても父ちゃんもさくらさんも大きくなったよな。こうして我らには一瞬、数年経っているから。いや、ことがそうなんだけど、なんつうか自信っていうのかな。一つ
つ一つの動きが全然違って見えてさ。心の成長、そう言いたい。そう、まさにそれ。父ちゃんたちが成長してきたんだなって。当然だけど、もう次の戦いに移動か。二人の成長はカカシに認めさせるに十分だった。これより彼らは第七班として活動を再開するのだが、当時の忍界は大きくうごめいていた。暁という犯罪組織が各地で暗躍していたのだ。ナルトたちも否応なく戦いに巻き込まれていく中で、ついにサスケについて情報が入ってくる。当然急ぎ現場へと向かったわけだが、そこにいたのはかつての面影が消えた親友だった。マジかよ、見たいような見たくないような。やった、助けた。お前はこんなところにまで何の用。お前を連れ戻しに来た。サスケさんの雰囲気が全く違う。目がすげえ冷たいってばさ。闇に行った彼の目に仲間というつながりは映っていた。あるは兄イタチへの憎しみの。これほどに強い憎しみがあるなら、父ちゃんたちがいくら説得しても。この時のサスケは情け心など存在しない。父ちゃんたちを倒そうとしてるって。では次の戦いに移動するぞ。あれから父ちゃんたちとサスケさんは。結局ナルトたちの必死の説得はサスケの耳には届かず、彼は再び闇へと消えた。ナルトは己の無力さを大いに嘆いたが、その悔しさは次なる強さを得る糧となる。ナルトはすぐに修行を開始した。再びサスケを追うために。だがその一方で彼は狙われる身でもあった。ナルトが秘める九尾を狙う暁がこの葉隠れに向けて進行してきたのだ。進行を止めるため多くのこの葉隠れの忍びたちが奮闘する中で、最後に暁の前に立ったのは他でもない渦巻ナルト本人だった。まさかお前の方から出向いてくれるとは。話ってなんだ、ハブケ。未来を知ってるのは当たり前のことだけど、勝利、父ちゃんの勝ちだ。そうだろ。なぜそう。今ここに立ってはっきり分かった。この戦いは間違いなく父ちゃんの勝ち。それくらい父ちゃんに自信があふれているし、負ける気がしない。なるほど、親子だから突き抜くこともできる感覚といったところが、サスケに届かず失意に沈んだナルトだった。ここまで復活したことには意味がある。当然自身の心の強さもある。何よりナルトには仲間がいる。ナルトを支える多くの仲間、少年時代に積み上げてきたつもり、彼の姿を強く支えてくれている。父ちゃんが頑張ってくれる。
一人じゃねえってのは心強いってはさ。さて移動するとしよう。各図を退けるほどの力を得たナルトの存在は木ノ葉隠れの中でも実力者として認識されていく。一方でナルト捕獲には相応の力が必要だと悟った暁はついに暁のリーダーであるペインが動き出した。ペインは伝説の輪廻眼を有し、人界の中でも群を抜いた力の持ち主。彼を前に忍びたちはことごとく散っていった。その中にはナルトの死ジライアもあった。死の仇を取るためさらなる修行に出たナルトは千人の力を得てペインと対峙したが、その戦いは熾烈極まりないものとなった。音はしないつかまる。お前の死は平和へとつながる。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠、俺の仲間、俺の里、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。ここが木ノ葉隠れの里。これはペインの力、輪廻眼の力、それほどに強力なのか。こんなことをできる奴を相手に父ちゃんは戦ったのか。これだけのナルトの内は怒りに満ちている。当然死と仲間を失い里まで破壊された。ビリビリとしたものを感じるってのさ。この父ちゃん見たことねえ。この時のナルトは常にこの葉隠れにおいて最強だったと言っている。平和は俺の手で引き寄せてやる。よし、この俺がここまで。チームに力が入るってばさ。死闘に次ぐ死闘を超え最後に立っていたのはナルトだった。戦いの最中ナルトはペインを操るナガトという存在を察知し、二人は互いの思いを口にする。ナガトはナルトとは異なる平和の考えを持っていたが、ナルトの意志は彼の心を溶かし和解を果たす。木ノ葉隠れの危機を救ったナルトは里の英雄として万人に迎え入れられた。かつて里の中で孤独に生きていた子供が誰もが認める存在になったのだ。父ちゃん、光が集まって、ここまでの奇跡回収は成功だ。一度時だまりの間へと戻ってくるといいだろう。時だまりの間に異変の兆しが見える。それって、どうやら再び彼女の奇跡が現れたようだ。うん、調べてみるってばさ。お前は危険な存在。これからはここで生活するのだ。わかる？戦術が迫っているぞ。こちらも名無しを出せ。見たか、
千住一族の奴ら慌てていたぞ。千住の奴ら他の一族と手を組んだらしいぞ。七氏に対抗するためらしい。いたぞ奴が。うちら七氏だ。追い詰めよう。奴を封じるのだ。やめて、やめて、やめて、やめてよ。誰か助けて。なんで私だけがこんな目に遭うの。嫌い、全部嫌い。忍びもこの世界も嫌い、大嫌い。さっきのあいつが封印された時の様子ってことか。大きすぎる力だった。故にそれを危険視した者たちに封印された。内派一族に不当に扱われ、世の忍びたち全員が敵となり、そして理不尽に封印されたともなれば、忍界を、忍びたちを深く憎む心が生まれたとしても仕方のないこと。だから今のあいつは忍界を滅ぼそうとしてんのか。彼女にとっての不幸は理解者がいなかったこと。その辛さは心中を察するにあまりある。